じゃあ最近、うん、なんか全然ゴルフしてないしてないって言うけど本当にしてなさそうだね。してない。かなり減ったね。あ、そう。うん、前は週週多くて 3,4、うん、行ってたんだけど、うん、今ね、うん、週ゼロある。マジか。だから月に本当に3回行けたらいい方かなって感じ。へえ、じゃあ本当に行ってないんだね。全然行ってない、ね、なんか練習場は、うん、たまに行くんだけど、うん、ほんとたまに。へえ。昨日練習したじゃん。すっごい楽しかった。そうだね。バンカーがあんまりなくない？うん、ね、フェアウェイバンカーないね。そう、なんか結構なんか女の子も楽しめそう。あ、ちょっと振りすぎちゃった。戻ってきて。おう、ちょっと戻ってきたかな。うん、黄色い旗。開いた。ライ通り。開いた、めっちゃ開いた。左飛ぶよ。ね、これしっかり捉えてたんだよね。こんな感じで。ね。あー、ダメだ、薄い、全然薄いです。早速9番やん。いや、でも届かないかもしんない。あった。たねー、うまい、ナイス。何がフィーだよ。でもやっぱ振ると左に。そうなの、行きますね。こういうね、ライが悪いとこで、うん、左に振るとこういう巻きが強くなりますから、ファンクラブ上げてハーフショットぐらいで打った方がいいので、今の打ち方はダメです。これはもうここ狙ってこうなることを予測してる。浮き上がらない。あっ、強い。やり直したい。え、オッケー、ダボ。風見て135ぐらいでいいと思うんだよね。どう？140ってよ、今。そうだよね、うん、本来であれば6番アイアンなんだけど、私は自信ないからユーティリティスティンガーショットを打ちます、はい、あの受けているグリーンに当てる気持ちで、うん、巻いた。全然違うわ、打ち方が。やばい。私こう抜きたかったの、こうやって。こうやって。わかるよ。あれ、そうだよ。まっすぐ出たらよかったんだけど。じゃあなんかね、違う。ティーグラウンドがまず左つま先上がりだった。また？そう。やっぱり打った、やっぱそうだよな。うん、だからすごい構えづらくて、うん、一回外したの。なるほどね。うん、その通りに私は左に行ったってことですよね。そうだね。まんまと。ダメだ、やっぱり苦手なラインよね。るんちゃんがね。うん。ないからもうマジで打てない。ボギー。今日はドライバーがうまいかな。
これいいんじゃない？うん。今日一かも。来たね。テイクバック浅く、うん、腰切るみたいなやつ。うん、今良かった。良かったよね。ね、成功。今日はリンゴル。リンゴルね。うん。着てます。え、すごい好きこのボーダー。生地。速乾性があるタイプ。うんうんうん、うん、そうだよね。すごい好き。スカートもすごい形が。私は好き。そうだね、うん、10センチぐらいが広がってんだよ、うんうん、さりげなく、うん、だから、ね、そうちょっとキュイッと ねずっと A ラインじゃないんだよね、うん、最後だけ多分ピュッてね、うん、これ広がってんじゃないかなと思うんだけど、うんうんうん、普通はさここら辺とかもフィットしないまま A ラインになる、うん、あー、分かるお尻のライン出ないまんまそう A ラインになるんだけど、ね、これはこう反りながら A ラインになってくから、うんうん、ビジリに見える。そうそう、ビジリに見える、うん、リンク貼っとくので見てほしいです。あのサイズの表記も全部書いてあるから。あ、そうなんだ。うん、あ、書いてあった。うん、着丈いくつとか、うんうんうん、書いてあるから結構参考になる。あ、そう、うん、あとね、あの伸びます、伸縮性がすごい、うん、あるよね。あるある、あるからスカートも伸びます。そうだね、気になんないね。ちゅんちゃん S これも S です。私でも S いける、伸びるから。ぴったりだよね。うん、まあギリだよね。あ、そうなんかこれで一回 M 来たんだけど、うん、M だとここがちょっとブカブカになっちゃうから S にしたんだけど、うん、でも全然いけますよ。いいよね、うん、ちょうどいいぴったりな感じがするよ。うん、メンズもね、そう、用意してあるので。メンズもね、うん、すごい可愛いですよ。あのカップルコーデとかも、ね、あ、いいね、できるよね、うんうんうん、総柄のスカートにパンツ、そう、ね、半ズボン、うんうんうん。で、OK、あの勝負は次だから、今のはもういいんですよ。あんなの気にしてたらもうゴルフにならないですから。あ、ちょっとラフ前だったかな。勝負は次ですから。うん、バンカーに入ってなければもういいんですが、私もバンカーかな。あ、リサちゃんの方向バンカーかもね。止まった。 OK、 そういいんです。これで狙っちゃった。リサちゃんこのバンカーからのアプローチはちょっと難しいと思いますね。ダングリーンになってるよね。はい、でも私上につけちゃったみたい。結構開いてますね。おっと、あ、でもいいかも。あ、ダメだ。待って、カッチカチじゃん。めっちゃ弾かれた。なんかあのコンクリート叩いた感じですね。だね。この辺じゃない？この辺だとあっち行っちゃうじゃん。うわ、結構だよ。うまい。もう私のマークだよ。止まって。あー、やばい。下まで行きました。まあ、私のマークではあった。おー、入るんじゃない？あっ、抜けたし、がっつり打った。ピンチ。うまい。あー、惜しい。いや、ほんと触りだよ、この触り。ナイスナイス。止まってよ。ダボー。このホールは池が出てくるみたいで、グリーンの手前に大きい池があります、うん、で軽いミニドッグだね、うんうんうん、スプーンで刻もうかな。私ドライバーで打ちます。ジュンちゃんドライバーでいいと思う、うん、リンゴ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 ルの歌。それパクリだったビンゴビンゴビンゴきっかけたわ。やっぱり左ラフの傾斜。オッケーオッケー。暑いね。なんか太陽が本気出してきた感じする。よかったよ、ちょっと早めのスタートで韓国人かと思ったよ今ちょっと片言みたいな感じ。
璧。すごい。ドイツ出ちゃった。ドライバー、私のドライバーより飛んでない？レモンハーフ行く？行かない。本当は6番アイアンとかで打ちたい距離なんですけど、曲げてるし疲れたので。届くんじゃない。ほら、いいよ。いけ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 、そっから登って。ダフった、めっちゃダフった。つま先上がりにやられた。やられたね。ラインは見えた。あとは打てるかどうか。惜しい。やっべ、また上じゃん。おー、強き。あー、惜しい。え？おー、ナイス。バギー。あら。あー、どまー。引っ掛けたのかな。なんか、前半はさ、なんかまださ、あれだけど出てたけどね。後半からどんどん震えが止まらなくなってきたよね。ガタブルしてた。18ホール、はい、お疲れ様でした。終わりました。お疲れ様でした。75。素晴らしい。純ちゃんは？私は1、2、3、4、5、6、7、8。44。そうだね、オープンコンペって前半のスコアを提出して、で集計してもらって、で後半戻ってきた時には順位が分かってる。はい、青木、私が49位、私が50位。なんとグロス順位は1位です。はい、おありがとうございます。グロス1位は何かあるんですか？何もございません。グロス2位の人が2位に入ってるから。そうだよね、本当に多分たまんなかった、ね、私たちがいけたスコアではあったけど、はまらなかった。はまらなかった。いやでも本当にはまる可能性のあったスコアだね。はい、リサちゃん、リサちゃんはなんと49位。はい、タニタの。そうです、体重計、ね、体重計。タニタで合ってる。タニタですよ、体重計。しかもリサちゃん明日体重計買いに行く予定だったみたいなんですけど、なんと今日当たっちゃったので。持ってる人は違うね。すごい。自分で言っちゃう。はい、私はね、うまパンって言ってパンを焼くトースターが当たりました。いいじゃん、じゅんちゃん。いい、家にね、トースターもなかったです。ないね。はい、ということでコンペ終了。ゴルフ終了しました。楽しかったね。うん、すごいコースが綺麗なので、うん、本当にラウンド、そうだね、気になる方は本当に来て回ってみる価値はあります。結構いいなと思いました。帰りましょう。はい、お疲れ様でした。新幹線で東京駅まで帰っているところです。1時間後ですね。1時間後ですね。あっという間ですね。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。東京駅に戻って帰ってきました。疲れましたね。爆睡。爆睡。行きも帰りも爆睡。そうだね。まあ、すぐだね。1時間ちょいだもんね。1時間という間。うん。皆さんにちょっとご案内がありまして、レイサムゴルフ&スパリゾート、平日1泊ワンラウンドが、なんと2万円で。1泊ワンラウンド。1泊ワンラウンド。で、朝、昼、ディナー、ロッジ、宿泊ついて、1人2万円。安いよね、平日ね。うん、で東京と新幹線行き帰り、それから練習コイン2回分、ついて大体もう31,600円でできますよっていうので、かなり安く、お安くなので、ちょっとそのプランぜひ皆さん利用してみてください。新幹線で行った場合ですので、はい、女子旅企画、はい、たくさんコメント、はい、高評価
チャンネル登録お願いします。お願いします。じゃあねー。ご視聴ありがとうございます。コメント、高評価、チャンネル登録お願いします。よろしくねー。